皆さんこんにちは。こんにちは。今回はいちかと一緒に静岡に来ました。で今日はね静岡に来たんですけど、波が結構なくて、波数も少ないし、すごいアウトサイドから割れるような波で、こうね途中でなくなっちゃうような波で、それこそ今日は本当乗る位置だったりとか、まあ、パワーゾーンをキープできないと技が多分何にもできずに終わるような波なので、まあ、ちょっとねそういった今回のコツだったりとかはちょっとセッションの後にちょっと実際自分たちが体験したことを話そうかなっていうのを思います。それでね今回僕たちは CHP サーフボードのねニューボードをゲットしました。でまあ多分このボードはまだ一回も動画とかで撮影してなくて、今回ね初めての撮影をしていきます。でまあいちかとこの僕の作ってるボードは CHP サーフボードの中村大輔さんシェイプのボードになっていて、2人ともね最近流行りのラウンドテールでやっていきます。でまあこのラウンドテールは普通の標準の波だったりとかサイズのある波とかは結構評判が良くて、こういったね小さい波は実際どうなのかっていうのもちょっと今日検証できればなと思います。でまあ今日はねお互い PU のボードでやっていくんで、まあ、ちょっとそこら辺のニューボード、そしてラウンドテールのねちょっと感触とかも、この小さい波のサイズでどのぐらいいい動きをできるかとか、フィードバックもちょっと話せたらいいなと思います。はい、じゃあいちか今日の意気込みをどうぞ。打ちかましますそんな感じでやっていきたいと思います。I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. Lost a friend, I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for good. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall. Best friends.
疲れ様です。お疲れ様です。今セッション終了しました。実際やってみて楽しかったね。楽しかった。結構ね、思ってたより波数はやっぱり少なかったんですけど、送るとね、結構波がまとまってて、しかもオフシュアだったし、ね、面綺麗だったから乗れれば結構ターンもできるいい波でしたね。でもやっぱりアウトの波ってまあ途中で消えちゃう波もあるし、比較的波早かったね、ダンパーで。結構ダンパーで。いちかは結構苦戦してたでしょ、今日。苦戦してた。だから走りすぎちゃったりとか、ちょっとこうターンして置いてかれちゃったりとかしてたのがあったから、やっぱそういうのはね、多分波のセレクトというか、大体今日のさ、海入ってるコンディションでダンパーの波か、こう軽い波か、もうすぐ消えちゃうような波かのどっちかの波ぐらいしか来なかったから、それをある程度こう把握して、これはね、切れ目から乗りすぎるとやっぱりすぐ波なくなっちゃうから、グーフィーの波乗ろうとしてたらレギュラーの1ぐらいからこうグーフィーに来るじゃないけど、ちょっとわざと自分が奥にポジション置いて、もう立ってからすぐ波がこう走ってくるようにして、それができるとね、今日俺も2ターンとか3ターンぐらい入れられたから、でまあテイクオフしてからすぐねターンを入れられるようにしてあげると、こういう波とかも、そこはねちょっと市川今日勉強になったんじゃない？ね、でもボードは、まあ、まだ完全にはまってる感じはなかったけど、何本かね結構いい感じにボード上がってサーフィンできてたから、どうですか板は？調子いいっす。調子いいっすね。ね、ラウンドテールって、まあ、俺も今日やってて思ったんですけど、またスカッシュスワローとかと比べてラウンドテールってこうレールを入れながらこうテールをね回していくような感じで、スワローとかだとこのボードのね面でこう蹴ったらすぐ動くとかなんだけど、ラウンドテールってこう面で動かすっていうよりかは、この後ろのレール入れて動かさないと結構ラウンドってすぐ抜けちゃうから、テールがね。だからちょっとレールを入れながら少し切るっていうよりかは、ちょっと引っ張りながらターンとかしてあげると結構伸びたかな、ボードが。結構難しいですけど、この言ってること、やっぱりこのラウンドテールとかはやっぱり初心者の人とかっていうよりかは、まあ上級者とか、まあ、結構中級者の方でも上の人、やっぱりまあオフザリップだったりカットバックだったりとか、ちょっとある程度の技ができる人とかになってくると、このテールの良さっていうのは分かってくるんですけど、やっぱりボードの種類ってやっぱり違うってことは、乗り方もこう変わってくるから、スカッシュとかスワローとかっていうのは比較的乗りやすいんですけど、ラウンドテールは結構コントロールがねより敏感になってくるんで、レールっていうのをしっかり使えてこないと、ちょっとねこうルースしちゃったりとか置いてかれちゃったりしてるとか、そういうのも関係してくるから、ちょっとそこら辺もね、まあ、いちかだったり視聴者の皆さんも意識して見てもらえればね、いいと思って。いちかもね、インスタグラムだったりとかもやってるんで、ぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。それと僕の YouTube チャンネルをぜひチャンネル登録と高評価などもよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。